一つバタゴとは、木花ヒ一つバタゴ族の一種。同じ木製花のトネリコに似ており、トネリコが副用であるのに対し、本種は小葉を持たない単葉であることから、一つ、用タ語の和名がある。なお、別名は、もんじゃの木であるが、もんじゃと名付けられる植物の樹種には、一つバタゴの他に、クスノキ、ニレ、犬桜、ボダイジュなどがあり、注意を要する。中国、台湾、 朝鮮半島及び日本では津島、岐阜県東農地方の木曽川周辺、愛知県に隔離分布する珍しい分布形態をとる。成木で樹高は20メートルを超える大型の落葉鉱木。幹は肺褐色で縦に切れ目が入る。葉は長大円型で4センチメートルから10センチメートル程度となり長い傭兵を持ち耐性する。下記は5月頃で。 新枝の枝先2 0トル程度円水型に中酸果状をつける。果敢は深く四列する。死有一種であるが、芽花の実をつける株は存在せず、尾花をつける株と両生花をつける株があるお株、両生原種である。秋に直径1センチメートル程度の楕円形の果実をつけ、黒く熟す。日本において本種は、希少種の一つであり、絶滅危惧種類に指定されている。 天然での分布域も狭く、長野県、愛知県の木曽川、流域、岐阜県東農地方及び長崎県津島市に自生しており、それぞれの県のレッドデータブックに掲載されている。長野県及び愛知県では絶滅危惧愛類、岐阜県及び長崎県では絶滅危惧通類に指定されている。愛知県犬山市、池の西柄、岐阜県水波鹿鎌戸町、 道県江名市笠木町、道県中津川市昼川の自生地は一括して国の天然記念物に指定されている。他に、水波市奥手町、江名市大井町、同市中野方町、中津川市苗木、同市落合新茶屋の自生地が岐阜県指定天然記念物、水波市稲津町萩原の自生地が同市指定天然記念物、 と市泉町白山神社境内の花の木一つばたごが国の天然記念物となっている。また、長崎県津島市上津島城ワニューラ地区には約3000本の本種が自生しており、ワニューラ一つばたご自生地として国の天然記念物に指定されている。公園儀、鉢植え、花壇などに利用される。一つばたご族の植物は木本であり、世界で約80種が知られる。 多くの種は、熱帯、亜熱帯域に分布するが、東アジアの本種。北アメリカのアメリカ一ツバタ語の2種は主に、温帯域に分布する。熱帯域のほとんどの種は、常緑性であるが、温帯域の2種は落葉性である。常緑の種は、リンスエラ属に分けられることがある。一ツバタ語属は、チオンが、雪、アントスが、花を意味する。一ツバタ語同様、 雪のように白い花をつけることが多い。アメリカ一つバタゴ雇用ナンサスバージニカス。アメリカ一つバタゴは、一つバタゴ族の一種。アメリカ東南部に産し、樹高は10メートル程度となる、小高木。一つバタゴと比較して、葉は一回り大きく、果樹は古い枝に、脇生する。死の木岐阜県と騎手県道を66号線には、一つバタゴが植えられているため、 南蛇門蛇街道という愛称が付けられている。長崎県津島市姉妹都市の岐阜県中津川市も、一つバタゴの自生地。国外の市の機大官民国継承。南道霊山市大官民国継承。南道手グ公域市南区 AB。一つバタゴ。シーナンスリートゥーサーズリンドル。イパクストン。世界大百科事典。第二版記念碑と記念樹農業環境技術。研究所。所内トピックス。 菅野博士編、雑学面白時点 P72 日当初院1991年、レッドリスト一つばたの日本のレッドデータ、検索システム派と、雇用ナンサスフローラオブチャイナ、ありがとうございます。